本物の雨の幅切り、私たちが知らなかった方の雨の幅切りのおかげだね。そこにおられる雨の幅切り様こそ、私と少林の前に現れたお方なのだ。先ほど水地が雨の幅切りの姿をしていたと口にした時、違和感の正体に気づきました。私たちだけでなく、隊長さんたちも雨の幅切り様を見たと言っていた。そのためこちらの情報と合致すると判断し、七星剣の星読みを決行したのですが、現れた女性は私たちが出会った雨の幅切り様とは別の姿をしていました。本物の雨の幅切り様は抜け丸の中におられたのだ。ああ、報告を聞く前に面会した抜け丸の中から雨の幅切り様が現れて、我々に正体を明かしたからだ。彼女は例の村がマガツキに襲われ、抜け丸が討伐に当たっている際に接触、憑依し、水地の行方を追っていた。しかし痕跡を追っても水地にはたどり着かなかった。まさか私を語って君に接触していたとはね。水地の声は人や蜜剣を惑わせ、本当にそうであるかのように思わす幻術のような力が宿っている。心の隙間やわずかな闇を狙い、広め、内から操るために備わっている恐ろしい技だ。君はおそらく彼女と最初に出会った時に。また会えたね。覚えていてくれたようで嬉しいよ。彼にとって雨の幅切りとの思い出はそれだけ大事だったということらしいね。そして記憶の欠落という不安定さが心の隙を生んだ。揺らぎやすく、ゆえに騙しやすく、つけ入りやすい。姉や蜜剣使いへの思いや不満が溜まっていた茶壇なきりと同じような状態だったわけだ。まさか自分が彼女と同じような目に遭うとは思ってもいなかっただろう。いやー、それにしても楽しい賭けだったよ。あの場に本物が来るかどうか、それっぽい姿に化けた私にいつ気づくか。別に私はあの時バレてもよかったのだけどね。お前が近くにいることは分かっていたし、鉢合わせるならそれはそれでと思っていたけど、結局はすれ違い続けて、おかげでそいつを使った面白い遊びができたからいいんだけど。だけでなく、主の思い出までもてあそんで、あなたは。そんなに怒らないでよ、鬱陶しい。それとも何、羨ましいの？なら君も今度やってみれば。まあ前座はここまでだ。今回一番楽しみにしていたのは雨の幅切り、お前ともう一度戦うこと。さあ、今の私を相手に分け御霊の身でどこまで渡り合えるかな。